アンフィグループの吉田です。今日は美尻矯正ですね。まあ、髪の毛のダメージっていうのは乾燥したら枝毛が起きて、で広がりが起きて、でその次に切れ毛になるんですけど、その切れ毛と広がりの間にある髪の毛の状態っていうのを美尻毛と言われる状態ですね。でこの状態って何なのかっていうと、もう何かしらの物理的なダメージを受けた時点で髪の毛が切れますよっていう状態になってる髪のことを言うんですね。でこの原因っていうのがブリーチを数回して髪の毛がこう変異してしまったりとか、あとは縮毛矯正をした時に過剰に髪の毛がこう軟化っていって、まあ、髪の毛柔らかくなることなんですけど、それが起きちゃったりとか、アイロンとかの熱でちょっと髪の毛自体が耐えられなくなったっていうのが原因で起きることが多いです。まあ、パーマもそうですね。ビビリ毛の中でもダメージレベルっていうのがあって、重度のビビリ毛、もう本当あと触ったらもう切れちゃうよっていうのはちょっと難しくなったりはするんですけど、改善できるビビリ毛もあるので、ちょっと今回の方はそういう形ですね。でどうやってビビリ毛を治すのかっていうと、まず先に髪の毛自体の強度を高めなきゃいけないですね。で髪の毛自体の強度を高めた上で残っているものに縮毛矯正、かなり弱いです。もう本当に普通の蛍光毛だったら何も起きてないような矯正っていうのをかけて抑えるっていうのがビビリ矯正の技術になります。どうぞ。まずビフォーからですね。この方2回目なんですよ、ビビリ矯正なので。結構ね、髪の毛綺麗です。なんでビビリ毛が起きたかっていうと、白髪染めもしてるし、それをぼかすためにハイライトも入れてるっていう状態で、結構癖が気になるからアイロンだったりブローだったりもしてしまうので、全体がビビリ毛っていうよりはハイライトの部分とか、そういうブリーチのしてる部分とかにちょっとこうビビリ毛が気になるよっていう方ですね。ビビリ矯正っていうのは先ほど言ったように、健康毛だったら何も起きないような縮毛矯正になるので、工程の基本ベースっていうのは縮毛矯正と同じになります。なのでストレートアイロンも入れるし、薬剤も塗布しますし、ただその前に髪の毛が物理的なダメージに対して耐えられないっていうのがあるので、それをまず処理剤を使って髪の毛の強度を高めてからアイロンワークをして形を整えていきます。じゃあ最後仕上がりですね。だいぶツヤも出てる状態になりました。ビビリ矯正っていうのはかけた部分に対しては1回しかかけないですね。今回2回目ってさっき言ったんですけど、過去にかけた部分を外してかけている状態です。なので毛先の方に関してはうちでやってる AD システムのトリートメントをさせていただいてます。はい、いかがだったでしょうか。ビビリ矯正は基本的にやらないに越したことはない技術なんです。どうしても今回みたいにこうビビリ毛っていうものが起きてしまう、触った時に毛先だったり中間だったりもみ上げだったりがザラザラする、なんかこう広がるなっていう時に使うものになるので、必要になったら困るんだけど必要な技術になるので、もしそういうのでお悩みの方はお気軽にご連絡ください。ではご視聴ありがとうございました。